あれってクロリンデとナビアじゃないか。でもなんだか雰囲気が。何か困ったことでもあったのか。聞いてみようぜ。やはりダメだったか。そうなの。フォンテーヌ邸を探し回ったんだけど、リネットは数日外で走り回ることになるって言った瞬間。チオリア・シャルロットはどうだ。聞いてみたんだけど、二人とも最近忙しくて。困ったな。よっ、ナビア、クロリンデ。あら、相棒とパイモン。ナビア。あ、もしかして。ああ、チャンスだ。お前ら何か困ったことでもあったのか。そうなの。あ、大げさじゃないのか。いや、全然大げさじゃない。旅人、ファントムハンター、審判の時を一緒。なんだって。フォンテーヌのテーブルトークシアタークラブが出した。テーブルトークシアターゲームって聞いたことある。へえ、面白そうだな。私もクロリンでも昔からこの会のメンバーよ。だからこれは新しいシナリオなのよ。私有段階のシナリオは普通。ストップストップ、私はシナリオ読まずに。あん、とにかくこのシナリオにはよ。あんたもそう思うでしょ、相棒。でもオイラと旅人って。問題ない。プレイ体験を損なわないよう。どうする、遊ん。よかった、これで問題解決だ。よし、じゃあ早速シナリオ担当を呼んでくるよ。シナリオ担当？このシナリオに合わせ、最初進行役である、さらに参加者に臨場感を与えるために。おお、シナリオの作者もかなりこだわってるんだな。ワクワクしてきたでしょ。あなたたちと一緒に結末を見。他のみんなはチオリアで待ってるから先に合流しておいて。ああ、焦らず足元に気をつけてな。もう子供扱いしないでってば。そうね、はあ、今回は普通の技能を習得してくれ。待たせたな。おや、戻ってきたのかい。あれ、驚いたよ。一緒に遊んでくれるのは君たち。リネ、それにフリーナ。僕はあくまで幽霊部員って感じかな。プレイヤーとして参加するのは初めてだから。僕はメンバーじゃない。興味が終わりなら紹介しましょう。それは今回のシナリオのクオリティを見てから考えるよ。クロリンデはよくテーブルトークシアターをやってるの。クロリンデさんはクラブ屈指のベテランゲームマスターなんだよ。ああ、まだ上下関係が。ただの趣味だ。踊る。そうだったのか。おごそかな決闘代理人としてのお前しか知らないから。面白い冗談だ。仕事とプライベートは別だ。しかしプライベートでは。嘘だろ。君とあんなに長く一緒にいたけど。あれは全て仕事の時の私ですので。そうだったんだね。泣いているところが見たいのですか。いや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 、そ。みんなただいま。紹介するね。こちらがシナリオ担当のフロリアンさん。皆さん、はじめ。よろしくな。ああ、いえ、これはクラブの保有している衣装。大変な仕事。大したことではありません。プレイヤーによりストーリーに没入してもらい。それでは簡単にご紹介しますね。今回のシナリオはファントムハンターの歴史をモデルにしています。ファントムハンターの。はい、全く問題ありません。簡単にご紹介しますね。彼らに関する物語は昔々のレム。詳細はまた皆さんご自身で調べて。ああ、私もやりながら詳しく。さて。おお、一気にそれっぽくなってきたな。いいでしょう。あなた方の決意に満ちた眼差しは確かなもののようです。ストーリーの流れに合わせて特定のシーンに向かうというわけかい。第一段階のシーンの具体的な場所と。みんな、忘れ物がないよう持ち物を確認してくれ。よし、
ファントムハンター招待。わあ、いろいろ揃ってるね。運命判定カードまで用意。お、運命判定カードって？行動が成功するか失敗するかを判定するためのカードです。お菓子とお茶も自由に。手紙にはそう書いてあった。いいね、まるで友達とのパーティーみたいだ。じゃあここのお菓子は全部食べていい？パイモンはファントムハンターというより、お菓子ハンターパイモン参上。おいしいお菓子ならどんなものも見逃さないぜ。でもお菓子以上にも。そうですね。ではみな、まずは目の前の空白のキャラカードに。簡単な記入ルールはキャラカードの裏面に書いてある。今回のシナリオで皆の職業は全員。お、なかなかいいじゃん。それと職業のおかげで剣術では。パイモンと旅人は1枚のキャラカードを使うか。名前というのはキャラクターの名前かい？はい。別に本名を使ってもいいよ。おお、自分の名前で別の人生を体験するということ。なら僕もリネにしようかな。次は技能の欄だ。じゃあまずは説得と操作。情報収集に使えそうな技能だな。じゃあ僕たちもこの技能を取った方がいいのかな？そうとは限りません。チームであることを生かして、例えば僕は潜入と器用を習得するとしましょう。そこまで考えて選んでいくのか。そうだな、じゃあ僕は芸術と演技にしよう。最後はオイラたちだな。旅人、お前みんなが怪我した時に治療してあげるのか。優しいな。それって相手の心を見抜ける技能なんだろ。どうする？この2つの技能を学ぶか。どれどれ。みんな結構オーソドックスなのを選んだね。また難題が出されそうな予感が。例えば僕もさっきそれを見ていたよ。説明文はファントムハンターに召喚されるのってどんな生物なんだろう。まあそれは私たちが心配してもね。よし、ナビアがそこまで言うのなら。皆のキャラクターも大体固まったことだし、初めてテーブルトークシアターをプレイする人たちに本気モードとイージーモード。ん？2つは具体的にどう違う？テーブルトークシアターのストーリーはプレイヤーの選択肢や技能を使ってする行動の判定結果によって、もし行動が失敗した場合技能をうまく使えません。本気モードを選んだ場合はもちろんイージーモードを選択して。僕はストーリー重視で行きたいから。そんな心配しなくていいのに。何が起こるかわからない。僕はこれから起こること。わかりました。それではフリーナ様はイージーモードで行きます。相棒はどっちがいい？本当にいいんだな。あんたもきっとランダム性のロマンを感じられる。判定結果がどうであれ、クロリンでは私たちを苦しめたりしない。どうかな。大丈夫大丈夫。ところでどうして1日目は海辺なんだい？それは遥か昔、人類の文明がまだ発展していなかった頃、やがてそれに抗う者たちは集結していった。ファントムハンターであるあなたは、あなたは不当のほのかにしょっぱい空気を吸い込んで目が合った瞬間、あなたたちは理解した。みんなファントムハンターよね。一緒に行動するのはどう？ああ、もちろん構わないよ。僕はリネ。幼い頃からあちこちを放浪してたから。みんな自分のキャラカードを説明してるのか。僕はフリーナ。それも素敵じゃない。頑張ってフリーナ、その調子よ。オイラはパイモン、ファントムハンターのこいつの仲間だ。子供の頃から医学を学んでたの。歓迎するよ。
魔物が襲ってきたら。あなたたちは封筒を一斉に開けた。頼もしきファントムハンターたちよ。王都の外には魔物がはびこり。さっきから思ってたんだけど、多分シナリオの作者がマップを作った時に。しかし目の前の町は。手紙の内容を一字一句逃さずチェックして。すると見知らぬ名前が並んでいるのを見つけ。じゃあまずは町を見て回って。いいね、魔物や悪者の手がかりも手に入るかも。改めて町を見渡すと。とりあえずあそこに行って聞いてみるのはどうだい。酒場には素朴な服を着た女性がいた。彼女は眉を潜めている。どうやら何かを憂いているようだ。こんにちは、美しいお姉さん。あら、こんにちは。タッチシナリオに登場する全てのキャラクターは多かれ少なかれ役に立つ情報を持ってるらしい。まあまあ、そんなに暗い顔しないでさ。え？それはさすがに脱線しすぎ。美味しいものを食べると気分も良くなるって言うでしょ。ねえ、マカロンを作ってあげよっか。君、そもそも調理できないだろう。ああ、いえ、遠慮しておくわ。甘いものに興味がなくてあんまり笑わない。え、この人今舌打ちしなかった。多分クロリンデの心の声だろうな。このままじゃ何も進まないぞ。説得を習得したのは私の悩みね。最近王都の周辺に急に魔物が大量に現れて。魔物が現れたのがいつかは。さあ、じゃあ魔物。いえ、あんまり急だったから。ありがとうございます。ありがとう。きっとご主人を見つけるから。天気は決められないけど頑張ってみるわ。女性に別れを告げ、あなたたちは町の奥へと進んでいった。閑散とした町の通りであなたたちとすれ違ったある老婦人は首を横に振りながら空っぽの財布をしまった。商人の男は両腕を抱え瞳に軽蔑をたたえている。目の前の光景を見慣れているらしかった。あんまり友好的には見えないけど。あの、こんにちは。ちょっといくら払う。これでどうかな。あん、冗談じゃねえや。玉ねぎはそこまで高くないだろう。お前さんに何がわかる。うっ、気が荒い。でも何か情報を握ってるかも。旅人、あんたはと。おじさん、私たちは町の危機を解決しに来たの。もし何か知ってるなら教えてちょうだい。問題が早く解決すれば。ジョーちゃんの言う通りだ。魔物たちが町の外で待ち構えてるもんで、町にあるもんなんざ限られてる。そんな武士。何があっても王宮の貴族たち。もしかしたらあいつらは魔物の味方な。それは厳しい。もういいだろう。笑顔でいればもっと商売がしやすくなるし。人の多そうなところに行ってみるか。それじゃあ町の広場とかどうかしら。ついてきてちょうだい。もう少し行けば町の広場だ。一人の青年がうつむいたまま焦ったように歩き回っている。
青年はあなたたちに気づいていないようだ。なんだか情報を聞き出せそうだ。僕がやってみるよ。こんにちは。何かお困りかな？待て、君。僕は？君、いや、僕たちのことを知ってるんですか？ああ、そうだ。まさか本当に来てくれるとは。ここで一体何があったんだい？はあ、でも魔物の封印が弱ったのか。王国の兵力じゃ。兵力が足りないというより、僕みたいに若い世代の人間は魔物なんて見たこともなかったのに。でも僕は小さい頃、正直言うとこうしてあなたたちと会うまでは。それなら安心してちょうだい。あなたたちの毅然とした態度を見て、男はほっとしたようだった。手伝うには魔物の場所を知らないとね。町の外が危険だと聞いただけで、町の門を出て道沿いに歩くと。そうなの？それじゃあ町…ああ、気をつけて。彼らは魔物と組んで、優しかった大臣も最…うちにも外にも大きな問題を抱えてるんだね。なんだかかわいそう。ねえ、元気づけてあげましょう。今？お気持ちはありがたくいただいておくよ。とにかくこの王国の未来は。得た情報を照らし合わせると。はい、待ち。選択の時が来たね。ちょうどいい機会だ。ところで、ファントムハンターに対する人々の態度は。このシナリオは歴史を参考に作った。完全にそうだったわけではないが。ネタバレなしなら、前にちょっとだけ聞いたことがあるけど。オイラも聞きたいぞ。いや、ファントムハンターは皆。え？つまり理論上はそうなるだろう。厳しい訓練を経て、ただ大半の人は基礎を学ぶ段階で諦める。その魔物って具体的にはどんな魔物なんだ？フォンテーヌにはかつてレムリアのとある魔法使いは。ストップストップ、それってまさか。推理に関わりそうな部分については話さない。そんなに昔のこと。師匠に教えてもらった。あ、師匠って君は知ってるのかい？うん、ペトロニラさんは。話が逸れてしまった。とにかく戦士たちは平和な時代が訪れると。なるほど。だからそれも悪いとは言い切れないんじゃないかな。まあ、それは人によるかもしれませんけどね。調査といえば、まずはどっちの調査をする？僕は魔物に一票かな。僕もフリーナ様に賛成だ。相棒はどう思う？実は私もそうなんだけど、1日目で全滅なんて嫌でしょ？じゃあ決まりね。先に数人のファントムハンターたちは話し合った末、じゃあ依頼人に言われた通り。待て、お前ら。うわっ、誰だ？鎧を着た男がこちらに向かって歩いてきた。その強い眼差しとたくましい体からすると。しかし懸命に隠そうとはしているが。俺は衛兵隊長だ。ここに来た目的を正直に言え。さもなくば全員。こんな風に不審者扱いされる。何をブツブツ言ってる。ファントムハンターって聞いたことあるかい？ファントムハンター？ふん、子供騙しのような話を。みんなが話している間に、彼は苦しそうな目でずっとある方向を見つめている。そこは危険な場所なのだろうと。魔物がいるのは森の外の複雑な地形のあたり？突然の問いかけに彼は驚いたようだった。魔物を倒…だって私たちはファントムハンターだ。彼は首を振り、半信半疑といった態度で。あの魔物たちは手強いぞ。衛兵たちが
衛兵隊長は魔物が出たのはこの先だって言ってたよな。早く行こうぜ。間に合うといいんだけど。道の途中であなたたちは衛兵らしき人たちが道端に倒れているのを見かけた。皆一様に恐怖と絶望に満ちた表情を浮かべている。無意味に叫んだり怒鳴ったりする者もいる。どうやら見たものを頭から追い出そうとしているようだ。倒れていた負傷者たちが信じられないといった表情であなたたちを見上げた。そして彼らは叫んだ。早くここから逃げろ。絶対に振り返るな。魔物が出たって場所だな。あたりにはボロボロの鉄の剣が散らばり、そのすべてがここで激しい戦いが繰り広げられたことを示唆していた。みんな気をつけて。魔物たちはまだ近くにいるかも。言い終わらないうちに周囲の低木からカサカサという音が聞こえてきた。魔物たちがあなたたちに近づいてくる。そしての戦闘を開始する。気をつけなさい。ほっ、はっ、わお、せい、それ、それ、ほっ、はぁ、撃つよ。魔物は恐ろしい方向を上げ、怒りと悔しさの執念とともに消えていった。ファントムハンターの戦闘技能ポイントが高くて助かった。しかも戦闘のダメージまで。運命の不確定性こそが。勝利を祝おうとしたその時、あなたたちは地面にある怪しい突起に注意を引かれた。怪しい突起？みんなは突起の前にかがみ込んでじっくり観察し始めた。右手は手袋をしてるから触ってみてもいいよね。突き出ている部分は木でできている。しかし、魔物が倒され。宝箱だ！やったー！あなたたちは力を合わせて、土の中から木の箱を掘り出した。宝箱を開けるまでもなく、苦労して手伝った甲斐があったな。バイモンの気持ちもわかるけど、でも冷静に考えたら、そうね、王都の民はいろんな苦労の末に多くの負傷者を出した。え、そうなのか。なんて言えばいいのかな。テトシア中はあらゆる行動がストーリー展開。でも民衆は僕たちの話を信じてくれるかな。それは確かに問題だね。そんなに面倒なことをするより、どうやらまた難しい選択をする時が。さて、今日はもう遅い。はあ。みんなと一緒にいるのが楽しすぎるからか、物語。なら今日はいっそのこと。それはさすがにちょっと。僕もちょっと無理かな。帰りが遅すぎたらリネットに説教されちゃうよ。
ナビアの気持ちはわかるが、残念な…え？ああ、今日進めた分のシナリオの最後に、設置された建物の室内へ移動するようにと。へえ。さ、物語をちょっと聞くぐらいの時間なら、ん？パイモンは残りのお菓子を食べ尽くしたいだけだろう。ぜ、ついでだぞ。ただのものを食べきれないのはおか、それにクロリンデの師匠の話も気になるしな。ああ。大丈夫だ。気を使ってくれてありがとう。私は物心ついた時から師匠は面白い人だった。私の初めてのおもちゃは探検だった。子供に本物の剣を？もちろん怪我をしました。わかったでしょ。これが剣をしっかり握らなかった結果よ。失礼だけどクロリンデさん、3歳だったかな。3歳？フォークもうまく握れない年頃じゃないか。先ほども申し上げた通り、もはや面倒を見るのが苦手ってレベルじゃないでしょう。当時は特に問題だと思ってなかったし、子供だったからそれ以外の選択肢もなかった。ビショップをペットに？師匠はあの時こう言った。それは何歳の時だい？5歳だ。か、勝ったの？負けました。じゃあお前はペットになった。一瞬、これが本当に子供の話なのか。私も次第に理解していった。師匠のおかげで私は6歳で、訓練の時は厳しかったが。初めて会った時はペトロニラさんの後ろに隠れてたよね。あの時は同じ年頃の子供になんて会って。でもその後あんたはよく遊びに来るようになって。あの頃は本当に楽しかった。私もよ。結局パパやペトロニラさんの前では知らないふりをしなき。正義の守護者？20年前頃に夜な夜な活躍してた。ええ、あれはおそらく。あの頃警察隊がよく彼女に関する目撃情報をぬびれ。申し訳ありません。別にクロリンデが謝ることじゃないだろう。秩序を守らない人が。あれ、正義の守護者じゃなかったのか？どっちも彼女さ。ま、そのうち考えるのも億劫になったのか。師匠らしいですね。面白い方だったんだね。私も師匠のような人になりたかった。何かあったのかい？師匠は私の10歳の誕生日に失踪？さあ、師匠がどこに行ったのか。あの夜私はナビアの家で誕生日を過ごしていたが、数日経っても師匠は。パパは多分本当に何も知らなかったと思うわ。ああ、子猫がある程度育つと。クロリンデ、最初の頃はそうでしたが、その後お前は師匠の背中を追いかけて。師匠がこんなルールだらけの仕事をするわけがない。クロリンデにそんな過去が。もしクロリンデの師匠が、あの二人も同じことを。うん、さあここまでにしましょう。そうだね。今日は礼には及ばない。私からしたらシナリオも面白かったけどね。5歳の時どうやってビショップを倒。そうだな。いやいや、一理も何もないだろう。僕もそろそろ失礼するよ。明日に備えて体力を温存。ビショップと戦った物語が。揃ったようだな。はじめ。いやいや、そんな場合じゃないだろ、クロリンデ。分厚い壁、冷たい鉄格子。セッティングには随分とこだわったようだが。この場所を選んだのはシナリオにそう書かれているからかい？残念ながらそれは教えられません。クロ、何はともあれ、引き続きストーリーを。もしファントムハンターの称号が。あまり目立たない方がいい。私を見ても無駄だ。大丈夫、ナビア。さっきからずっと黙ってるけど。ああ、これね。
昨日クロリンデが言ってた探検よ。よく見つけ出せたな。当たり前よ。あんなタイミングで渡されたら保管しないわけ。うん、それでどこまで話し合ったっけ。もうそこまで考えてたのか。遅かれ早かれと。よし、もしオイラがお宝を一人。意見が揃ったようだな。ゲームマスター、箱の周りに溢れちゃってたお宝も全。わかった。宝物を残さずカバンの中に入れたあなたたちは、町は相変わらず重苦しく、あなたたちは日差しの届かない場所を歩き回り、ありがとう、老婦人が優しい眼差しで答える。振り返り、あまりここに長居してはいけないってことかな。前広場で会った男に配るのを手伝ってくれないか頼んでみるのはどうかな。うん、男を探しに広場へ向かおうとした。皆様お待ちください。数名の見知らぬ衛兵に呼び止められた。彼ら、こんにちは。もし、ご冗談を。初めから大臣については調べる予定だったし、行きましょう。もしも何かあったら。しばらく話し合った後、あなた、ホールの両側には、シンクの玉座には、頭上にいただく威厳ある王冠の中央には、陛下、暗い色を身にまとった大臣らしき男が身をかがめ、男はすぐに両手を下ろし、国王はあまり意識がはっきりしていないみたい。国王は、一言も発さなかった。遠路はるばるお越しいただき、あなた方、ファン、しかし、嘘なんかつくわけないだろ。まあ、魔像の件は詳しいことまで話してやったけど。生存者の話とも一致しています。確かに持ってるけど。ん、そうですか。魔物を追い払った行為は褒美に値すると。はっは、国王陛下がお与えになる場合は褒美ですが。そんなのヘリク。そうだぞ、オイラたちがいなかったらこの財産は。しかし、その財産を届けでもなく勝手に処理したことは。どうされました。だ、むかつくぞ。華やかな衣装に身を包んだ国王は両手を椅子の肘。見た感じ、最初は悪い魔法使いなのかな。周辺の衛兵の数を勘。王宮内には完全武装で真剣な。私が一暴れできるような状況じゃない。誠に残念だ。あなたたちの処分を決める前に。でもこの衛兵たちを敵に回す。心配しないで。少なくお前ら。衛兵たちに前後を挟まれた。地下牢の天井から滴り落ち。おとなしくしていろ。衛兵は扉の錠を下ろすと。待って。その声は滴り落ちる水の音。もちろん自分たちの手で運命を切り。そう言って腰のあたりを触るが。私がブーツの中に忍び込ませたナイフは。いつ忍び込ま。穴を掘ろうかって感じ。却下だ。あの時ゲームマスターに伝えていなかっただろう。僕たちの見える範囲に鍵。ああ、鍵穴にすら触れられない。なすすべなし。そうですね。え？なんでクロリンデがそんなこと言う。事実だからな。ああ、本来ならこういう時は何らかのヒントや。もしかして牢屋に閉じ込められる気分を存分に。その可能性はあるな。現実の牢屋にもおか。そういえばナビアが持ってきた探検だけど、よく見たら今の時代の作り方とはちょっと違うような。クロリンデさんの師匠の剣だって言ってたね。そんなことはないと思う。そんなに貴重なものだったの。師匠はいろんなものを残していった。あの時は。あの時って言った。カーレスさんとの決闘の後です。それまではよくうちでご飯を食べたり
でもその件の後、お互いどう向き合えばいいかわからなくな。ま、あの時は悲しみに浸ってたから、もしペトロニラさんが、私はパパを失った上に。過ぎたことはやり直せない。でも、うん。その通りだね。すまない。悲しいことを思い出させて。ううん。あんたたちのせ、ん？ああ、脚本が届いたようだ。助かった。鈴木がいい方向なのか悪い方向なのか。滴り落ちる水滴が止まる気配はない。藁の匂いと扉の外から。みんな気をしっかり。皆さんこちらへ。君は誰？今はこうしてチカロウの監視をやっていますが。え？しっ、他の監視は引き離しましたが。分かってる。で、国王の命令が下りました。確か処刑？こんな、もしかして宝物の付近に魔物が。皆さん、今そんなことを考えても仕方がありませんよ。王城内部に潜入することは極めて困難で。監視さん、ここに来る途中、あ、はい、全部持って参りましたので。奴の勢力はあまりに強大です。彼を倒すためには。君は一緒に行かないのかい？はい、皆さんを脱出させ、私の正体がバレない限り、決戦の時には。では君も安全には気をつけてくれたまえ。はい、お気遣いありがとうございます。宝庫の位置はこちらの。た、うん、よし。では扉を開けますので、音を立てずに私につい、最後にくれぐれも。監視の助けによって。あ、そういえば異能を使うのを忘れてたぞ。召喚は一体どんな時に使えばいいんだ？残念だが、やり直しはなしだ。地図に書いてあった場所。ん？怪しいものは調べないとね。おいおい、目の前に音もなく湖が現れた。こういう時ってつい。どうしたんだい？ いえ、ファントムハンターたちは洞窟の中へ入っていった。わあ！でも大きな扉が立ち塞がっているね。あれ？下にあるのって。石の扉に刻まれたあの模様。ん？どうしたの？ゲームマスター？ファントムハンターたちは険しい道を突き進み、辺りは静まり返り。そんな描写を聞いた。でも邪悪な魔法使いを追い払って。そうそう、リネの言うと。ゲームマスター、次は謎解きよね。ああ、もん、何かおかしいな。こっちも進展あり。
僕も一つ解けたよ。何かが現れた。ファントムハンターたちは知恵を駆使して謎を解き、そして彼らの目の前には、目の前には一本の鍵。この扉を開ける鍵だね。これはファントムハンターに代々受け継がれるという鍵。鍵を完成させるためには、ん、どうかした？キーな音が響いて遺跡の明かりが突然消えた。どうなってるんだ。ファントムハンターの皆は目をつむってくれ。ちょっとは見えるけどな。あ、そうだよな、ごめんごめん。暗闇の中、とある足音が聞こえてきた。僕たちの他に誰かいるのか。バレましたか。この声は、声の主の正体はなんと、あなたたちに情報を提供してくれたあの看守だった。なんだ、演出か。何も見えない状況じゃ戦いようがない。演出なんかじゃない、奴の剣の持ち方。撤退？そんなの私たちのスタイルじゃないでしょ。行動決定。明かりが再びついたと伝えるまで。了解。では戦…射撃準備。剣術発動。判定成功。あんたの目の前にいるのは百戦錬磨の…まだ終わらないのかい。一体どれだけ生命…そろそろ目を開けてもいいかい。手強い相手だが、そろそろ決着がつきそうだ。まだ止まらないの？最後の一撃。どんな状況なの？ゲームマスター。暖かい炎が再び周囲の壁を照らし、視界が明るくなった。その招かれざる客は、奴の目つき。負けてから。え、君は、しまった。コホン。宝の地図をくれた看守さんじゃないか。町の平和よりも。町平和。私、このフロリアンはファントム。本名を言っちゃってるぞ。ならなおさら理解に苦しむね。あなたたちに何がわかるというのですか。どういう意味？私の剣術は父から教わったものです。そんな父を待っていたのは何だと思いますか。貧困、靴、ファントムハンターはかつて人々を救った英雄でし。ファントムハンターが忘れ去られてしまったけ。だからここにあるお宝を独り占めして。宝の在りかを知っていたのに。そのためには。この最後の試練をくぐり、しかし私欲のために他人を傷つけることをも。い、宝物って一体何なの。それは、ここまで来て気にならないやつ。フロリアンは抑えたから横取りされる。おとなしくしていろ。じゃあみんなで一緒に扉を開けよう。行動決定だな。みんなの視線が注がれる中、扉がきしんでおぞましい音を立てる。
まるで深い眠りから目覚めた巨人があくびをしたかのような音だった。うわ、開いたぞ。早く入ろうぜ。僕も見たい。冒険の一番の醍醐味って石碑が一つと、これのどこ、もしかしてクラブの経費が尽きちゃった。なんだよ。いや、私わかったかも。え、そんな、急にどうしたんだよ。どうやらこのファントムハンターは相当ショックを受けたようだ。しばらく外で、ファントムハンターの中には宝の秘密に気づいた者もいるようだ。気分はどうだ？少し良くなったか？これは一体、ここに来るまでの出来事や、確かあなたたちをここに誘導して、あ、まずい。これのことか？え、どうして？洞窟に入った時なんとなく違和感を覚えたから。あ、さすがフォンテーヌ最強の血統。そちらこそどうなのだ、先ほどのあなたの見事な告白が。あ、私にもよくわからないんです。ファントムハンターや父の不遇を嘆き、その功績が誰にも称えられないことに、いつの間にか。狙いが宝物だけなら、それも覚えていません。聞いた限り、それはおそらく、あ、ソウルドリンカー。ん？あなたの師匠。いえ、聞いたことはあります。は、封印。うちは代々ファントムハンターを生業にしてきましたが、常に封印の状態を確認し、しかし父、ただ人でしかなかったファントムハンターにとって、奴を倒すほどの力を持たない者は、奴は人の心の中の欲望や執念を拡大し。そういえば、三本の鍵をどうやって手に入れたんだ？一本は父親が持っていたもので。あなたの強さは、フォンテーヌ人なら誰でも知っていますし、唯一思いついた方法は。何はともあれ。はあ。自分の本当の気持ちを書いたものだ。父から聞いた伝説。英雄。かつてのファントムハンターの輝かしい活躍。それだけじゃない。え、わずかではあるが、あな、冗談はやめてください。だって邪悪な魔法使いあなたが書いた物語の中で、人を欺く魔法使いは、しかし、目を覚ませフロリアン。最初、自分ファントムハンターが本当に名誉や尊敬のために戦ってきたと思っているのか？その剣は自分のためじゃなく、守るべき人のために握るものだ。名誉など取るに足らない。ずっと追いかけてきた宝の正体を目の前にしても。はい、その通りです。罪もきっちり償ってもらうがな。はい、もちろんです。なら今から戻って、このシナリオを最後まで演じ切る。演じ切る？書き終わっていないのか？その、あなたたちをここへ呼ぶところで物語を。なら続きを書いてくれ。と言いますと、あのソウルドリンカーを。難しいのか？しかし、お友達の皆さんが。皆腕は確かだ。でしたらそんな興ざめなやり方はしたくない。おかえり。遅かったな。その、ファントムハンターの仲間たちを。大げさで不自然だ。すみません、先ほどの戦いで。なるほど。実は先ほどの私の行動は。なんてひどいことしようとしてたんだ。はい、この国に潜む邪悪な魔法使いは。ふん、もうお前の言葉には騙されないぞ。それは、実は宝を目にした瞬間、宝の正体、歴代のファントムハンターの名前と、え、
もちろん。テトシアプレイヤーの探索能力。さっき石碑に書かれた内容をざっと読んでみたんだ。石碑にはいろんな人のストーリーや功績が書かれていて、彼女は黄金の狩人の意志を受け継いで。へえ、フリーナと似てるんじゃない？なるほど。その線で考えると彼は処刑人で戦闘。それぞれ素敵なストーリーがあったんだな。もし本に記録したら。それがファントムハンターたちの選択だった。狩るべき魔物が暗闇に現れるならば。となるとおそらくこの石碑は。はい、夜に仲間と一緒に焚き火を囲む時。この石碑は人々に覚えていてもらうためじゃなく。だからこんなに隠れた場所にあったのか。静かに佇むいくつもの名が刻まれた石碑に、あの過去にも、そしてそう遠くない未来にも、彼らの精神と名前は。父さん、道に迷ったら宝を探しに行け。ありがとうございます。どうか私に罪を償うチャンスを与えてくださいませんか。よし、分かった。誰でも過ちを犯す時はある。うん、僕もそう思うと。はい、意識を乗っ取られている間。お宝が怖いのか。もしかしてここにある武器の中に。ゲームマスター。一見何の変哲もない武器だが、無数の魔物を斬ってきたそれらの剣は。武器を持っていくべきってことかな。僕はこのエストの武器にしよう。彼女も芸術。いい選択だね。じゃあ僕はウォルトさんの武器にしようかな。彼も。みんな選んでるぞ。武器を握りしめると、そこに宿った意志がひしひしと伝わってきた。フロリアンさん、邪悪な魔法使いの隠れ場所を知ってるかい？奴と思考がつながった時、くれぐれも気をつけてください。そうなのか？それは。いいえ、今こそが。僕もフロリアンさんの意見に賛成だ。この木。解決策が見つかったからには早速行動し。はい、まさに。そうそう。はい。じゃあフロリアンさん。わかりました。シーンの切り替えにしょっちゅう対応しつつ、芝居までしなきゃいけないなんて。そうして王都の平和を脅かす魔法使いを狩ると、後ろに佇むずっしりした石碑から、やがてあなたたちは教会の近くへとやってきた。周囲に漂う不吉な気配が敵。なんか本当にそんな気配がしてきたぞ。そして決戦の時が来た。さあ行こう。フロリアン、待って。どうしました？外で待っていろ。ソウルドリンカーは一度あなたの意識に侵入したこと。それに奴の本体に近いところで侵入されれば。だからこそ私は行かなければなりません。もし。はい、奴を私の体の中。危険すぎる。最悪の場合。十分承知しています。奴は操りやすい体から簡単に逃げたり。クロリンデさん、私と違ってというより、私自身の誇りのために。わかった。フロリアン、決闘代理人の名のもとに決闘の申し込みを受け入れよう。ありがとうございます。さて本題に入ろうか。
せない魔物などいない。その時ファントムハンターの宝に秘められた力が手の中に集まり始めた。宝？もしかして鍵は歴代ファントムハンターの名前よ。でもどうすれば。パイモン、忘れたのかい、僕たちの切り札の技能。彼らは名乗りも求めないが、人々の召喚には必ず応える。ファントムハンターウォルト、変幻自在なマジシャン、幻影両団の処刑人よ、姿を現せ。ファントムハンターエスト、黄金の意志の継承者、暗影両団の審判官よ、僕の召喚に応じよ。ペトロニラ、秩序と正義の守護者、一番敬愛するファントムハンター、親友を助けてくれて、大切な友情を与えてくれてありがとう。お願い、私に力を貸して。我らファントムハンター召喚に応じよう。魔物が倒され、魔法使いも討伐された。その後王都に再び平和な日々が訪れた。国を救った英雄である、彼らの名前を覚えている者もいれば、何も知らず生き続ける者もいる。これが不穏な影を追いかけ、人々の記憶にとどまろうととどまらなかろうと。ふぅ、おしまいかい。素晴らしい結末でしたね。素晴らしいストーリーだったよ。特に最後の決戦のシーンは。うん、そうだね。宝物庫で手に入れた武器に。そうそう、手に持った武器が輝き出した時は本…あ、武器も小道具だから後で。フリーナ様、楽しんでいただけましたか？うん、楽しかった。もちろんです。では僕は先に失礼するね。フロリアンが目を覚ましたら代わりによろしく伝えておいてくれ。そうですね、相当疲れていたのでしょう。ではみんな、また会おう。もう聞いていいよね？うん、いいと思うよ。一体どういうこと？気づいて洞窟で目を閉じろって言われたシーンなんて。聞きたいところをぐっとこらえたのよ。クロリンでは何事もなかったかのように振る舞ってたし。幻想を壊したくないって気持ちは。一体何の話だ？え、相棒気づいてなかったの？後の祭りだって。ってことは最初から普通のテトシアとは違った。なんだ、騒がしいな。おい、早く起きろよ。おいらの聞き間違いじゃないよな。嘘をつかれたのはムカつくけど。ステージの上で道具を忘れたことに気づいて。そんな怪しい宝物庫だって分かってたら。恐れるに足りない。クロリンデにとっての恐れるに足りない場面は。私は慣れて。クロリンデの毎日ってどれ。フロリアン、あなたのことだが。弁明するつもりはありません。今すぐ警察隊のところに行って。私に言わせれば、あなたはもう十分処罰を受けている。え、最初こそ理に目がくらんでいたようだが、あなたがファントムハンターとしての役目を果たし続けることが。しかし。無論、鍵を持って二人のファントムハンターを訪ね。はい。しかし他のことについては。では仰せの通りに、改めて皆さんにお礼を言わせてください。それでは。ところで、洞窟の宝はどうするつもりだい？
現状復帰だ。本当にそれでいいのか？ああ、それがファントムハンターたちの選んだ道だ。私も同じだ。魔術師の道とはだいぶ違うけど。あれ、そういえば過去にファントムハンターは武器…ああ、だからあいつの動きを抑えることができたのね。成功した部分もあると言えるかもしれない。ん？というと？おそらく封印されていたソウルドリンカーは、皆が名を唱えたファントムハンターたちは。名前にはそんな力もあるんだな。ナビア、先ほど召喚した時に唱えていたのは。ありがとう。まあ、あんたと私の仲だしね。その話はおしまい。わあ、逃げちゃったぞ。じゃあ僕もそろそろ失礼するよ。旅人、もし誰もあなたの名前を覚えていなくても、たとえ誰一人覚えていてくれなくても、仲間と過ごした時間、いい答えだ。覚えておこう。私はその質問にファントムハンターは答えなかった。今宵の静寂は答えの代わりになるだろうか。